いらっしゃい。どうぞ。ああ。なあ、ママ。はい？この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう火が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ごちそうするって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店はずっと一人でやってるのか？まあそうかな。それよりまずは乾杯ね。ああ。ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。出やキリュウ。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他のやつを当たれ。お前と違って俺は忙しい。おう、南雲、探しとったで。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。え？邪魔するで。なんなんです？わしは、マスズエ組じゃ。南雲の面倒を見とりますがの。わしは組長の舛添へいうもんですが。チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、込み入った話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。あんたに指図される覚えはねえ。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう、じゃったら構わんが、後で吠え面かかんこっちや。キヨちゃん、すまん。え？なるほどの。評判通りの美人ママじゃ。我がこの店で見かじめ取らんのもうなずけるの、南雲。じゃが広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるんはどういうわけじゃ。舛添の絵分、わしゃの陽明連合会直系に名を連ねる舛添組を背負っとるんで、踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち上納金催促すらいかんのか。踊れらがきっちり見かじめ取らんけ、金が遅れとるんじゃろうが。上納金は今うちの親父が伏せってますけ、もうちと待ってつかさい。
ちゃったらやることやれ言うとるんじゃ。みかじめなら払えます。ママいいの、よその人は構わないで、この町の問題なんだから。ええんじゃ、キヨちゃん、これは受け取れんよ。これ受け取ったらわしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃ、南雲。踊れ、わしらに恥かかせるんか。おう、マスオの親分、わしらにはわしらのやり方がありますけ。この町の仕切りは広瀬一家に任せて使わさい。へえ、そこまで惚れとるっちゅうんか。ほうか、そんじゃったら悪いも腹くくっとるんじゃろうな。えい、邪魔したの。今度は客として飲みに寄らしてもらいますわ。ほんますまんな、キヨちゃん。なぐも、はよ来いや。我はこれから男を見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。少し外の空気を吸ってくる。え？すぐに戻る。いらっしゃいま。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。ありがとうございました。
さっきからユニフォーム着た男が走り回っとる。なんじゃ？これからナイターでもやるんかの？さっきバリ大勢のヤクザが広瀬一家の前におったんよ。あんたもあそこには近づかん方がええよ。えらい形相で飯野さんが走っとったな。広瀬一家が何かやらかしたんじゃろうか。あ、キリさん。飯野さんか。南雲を見なかったか。もう見たで。そのことじゃ。さっき南雲がヤクザどもに引きずられちょっての。わしも今広瀬一家に助け呼びに行くとこなんじゃ。ほんまあのバカだれ。弱いのにヤクザなんぞなるけ小柄なことになるんじゃ。どの辺で見た？どこへ向かってた？丘の上に向かっとるようじゃった。あ、じゃけどケリュウさんはいかんで、南雲のことは広瀬一家に任せるんじゃ。ええの？そこまで待ってる余裕はね。いくらあんたが強い言うてもこれ以上ヤクザに首突っ込んだらいけん。相手は南雲より格上の極道じゃ。しかも 4,5 人はおったんで。分かってる。それより丘の上ってのは？ロープウェイで登った先じゃ。おいじゃが夜はもう動いとらんけ。この時間じゃったら歩いて山道を上がっていくしかないで。ってことはつまり山の上を目指せばいいってことか。わしゃとにかく助けを呼んでみるけ。悪いことは言わん。あんたここで待っとけな。キリュウさん。お前は？そうです、トラフルです。こんなとこで会うなんて奇遇ですね。ここ私の実家があるんですよ。ほう、そうなのか。ただこの辺も昔に比べて物騒になりました。まあカムロ町ほどじゃないですけどね。ところで尾道でもいろいろ事件が目立つようになってしまったので、こちらでも SNS を開設したんですよ。こちらでも桐生さんに SNS の投稿が届くようになります。もし助けていただけるものがあればぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。尾道を良くするために頑張りましょう。クヒだ。のどかさや小山続きに塔二つ、
正岡式。知っとるか、踊れの今の格好のジェット式いうんじゃ。昔中国で裏切り者に取らせとったポーズじゃけ。踊れによう、お似合いじゃ。おら、マッソエの親分ナグモ、なんならお前さっきスナックにおったやつじゃの。キリュウ、わざわざ小川な場所までわしら追うてきたんか。我なぐものなんじゃ。おう、俺はそいつの喧嘩仲間だよ。喧嘩仲間引っ込んどりゃ。キリュウ、国道の世界に組み突っ込むな、バカだれ。国道だろうが何だろうが、こっちは赤ん坊を流されてるんでな。お前らには一言詫び入れてもらわねえとこっちが収まらねえ。酔っとるんか、おさん。わしらに喧嘩売っとるんじゃったら買うてやってもええがの。命の保証はせんど。喧嘩を売ってんじゃねえ。お前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ。何のつもりじゃ、キリ。マッセー組相手にソガーな真似してただじゃ済まんぞ。お前が俺の心配をするのか。バカだれ、誰が我のことなんか。しゃがの、我が殺されたりしたらの、キヨちゃんが泣きよるんじゃ。やっぱりお前はいい男だ。え？おお、ええ加減にせんか。いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ、命までは勘弁しちゃる。お前らも適当に相手したれ。チーと痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならチーとただの敵とは違いますけどね。え？行くぞ。
じゃが相手は舛添組の極道が5人もおったんで悪やなんちゅう男じゃ。立てるか南雲。桐生さんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。ん？男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ。完全にわしの負けじゃ。あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ、身を引けるわい。安心しろ、俺と彼女はそんな仲じゃねえ。じゃけどあんたみたいな男がそばにおったらどうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ。わしは決めたわ。決めた？キリュウの兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。いや、おい、ちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい、話せ。いえ、話さんですね、キリーの兄貴。わしらこれから兄弟ですけ、杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ、兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼みます、兄貴。兄貴、頼みます。
わしゃ兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ、兄貴わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ兄貴。さあどうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつバカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ、遠慮のをやって使わさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ。雄太、早う酒でも出せや。え、はい。お、なんじゃ、おやっさん来とるんか。ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ、奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかよ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの。おやさん、もう昔の話だから。おい南雲、もっと言えよバカ野郎。いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど、ゆるくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの。
まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ。おやさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい、ゆうた、頭おるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ、なんなら客人の前でみっともないじゃろうが。お、どうしたんじゃ高城ら、鼻血で取るで。松永の兄貴が店の客に袋叩きに追うとるけ、はよ助けに行かにゃ。あ、何があったんじゃ。飯がまずいとか女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ、全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど今日は松永の兄貴頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。なんでそがんなことするんじゃ。店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです頭、今日俺らそこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて。で、松永の兄貴、組やおやすさんのことまでバカにされて、切れたそうなんです。ほっとけほっとけ。そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ。殴らせとけ。いけんですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより高城、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ、わしらだけで行きますけん。雄太、行くぞ。わかった。ったく、すんませんよ兄貴、あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いのドスを持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ、兄貴覚えてます？野球の時、ユータともう一人おった松永って。確かにお前を入れて三人いたな。その松永に任せとるモレのいう店があるんですがの、客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレノって店は近くなのか。え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。それより兄貴、わしはこの兄貴どちらへ。不細工じゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう、うちはそんなんじゃ。ほれ脱げやの。今月客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、踊らみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃろ。うっせえ、お前らいい加減にしろ。そん口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。本店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。
お？お？お？なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ？俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。なあも知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。ああ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。じゃあ、あの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍してつかさい。おう、松永、お前大丈夫か？いや、心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生？踊れ、野球の時の。ああ。もうええ、松永。今人は、わしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ。お前らもこれからはそのつもりでいろや。な。何言うとるんですか、頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。
おいじゃったらわしらの立場はどうなるんの。昼間頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに付き合わされたんで、それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。キリュウの兄貴がおらんかったら踊れらどが穴見に追うとったかわからんで。お？ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使わさ。何がわしの店じゃ、わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにのさっきの客の中に造船所のもんもおったろ、あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ？それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ？ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああじゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああそうだな。兄貴お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。キリュウさん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ。違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって連中に遥かや春人の父親のことを聞けなかった。ああ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ。そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きでな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。
兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思っとるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかせ。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか？頭、俺にも。いや思っとったより偉い若いけ面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ？もうそうじゃろ？本当に？ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけ。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。ああ道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか？あ、そうだ、俺ちょっとおやすさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやすさんの用事って。いや、なんだったっけ、歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ、そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません、わしらはもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうって。そうみてえだな。今日は親分いねえのか？親さん、どうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ。わし、ちょっと見てきますか？いや、いいさ。だが、いるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう、うちの方で何か不自由させないかい？おかげさまで大丈夫です。あ、そう。
南雲にあんたの夏目聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことを調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろ。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほらパパのとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します。親分。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか。そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ、いや、なんでまた。いいんだ、それじゃ。あ、桐生さん、ちょっと。ん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んで来られたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち、坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。キリュウさん、こっち。おう、アレミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面貸してもらうと。じゃが、その前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さあ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけえの。殺す気でやったれや。素晴らしい味だ。
キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の月だ。だが連中と話して分かったこともある。はるかはやっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？広瀬一家の連中は遥かのことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。遥ちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺に遥のことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町で遥と何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。遥のことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、キリュウさんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え？これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の？ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、また春人のこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。春人君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。